今回は平成24年式トヨタ86 GT リミテッドを紹介していきたいと思います。まずはじめに外装です。こちらのお車、ステージ21のフロントリップスポイラーがついております。フロントかなりスポーティーになっております。こちら塗装の日焼けなどもなく、かなり状態がいいものとなっております。GT リミテッド専用の、リアスポイラーですね。かっこいいですね。ワークエモーションの CR2P 18インチ入っております。ホイールの色と車体の色かなりマッチングしており、かっこいいです。全体的にスポーティーな形ですね。次は内装の方に移りたいと思います。次は内装を紹介していきたいと思います。こちらの86、例えばこちらとかですね、赤色のステッチ入っておりますので、かなりレーシーな内装となっております。中に入りたいと思います。この7500回転あるメーター、かなり迫力ありますね。260キロまで出るそうです。こちら GT リミテッドなので、シートヒーターもこちらの方にスイッチついております。それでエンジンの方かけたいと思います。こちらのお車はクラッチを踏みながら、こちらのプッシュボタンですね、押せば、エンジンの方がかかっていきます。今日は9月14日土曜日です。メンズバレンタインデーです。もうエンジンも一発始動でかなり調子いい証拠ですね。まあ9万キロ走ってるんですけど、まあこちらトヨタ車なので頑丈っていうこともありますので、トラブルとかもかなり少ないお車になっております。吹かしていきたいと思います。かなりレスポンスいいですね。自然吸気エンジンなのでかなりレスポンスいいです。ターボ車とかに比べると、針が上がるスピードとかもかなり速くなっております。こちら途中でピピっていうブザー鳴ったと思うんですけど、こちらレブアラートっていう、機能になっておりまして、2000回転とか3000回転でも、ピピって鳴らすことも可能ですので、便利な機能になりますので、はい、ぜひ覚えておいてください。こちらですね、エアコンが運転席と助手席側で温度を調節できるものとなっております。こういうのもかなり便利ですね。後部座席は正直、結構大人の方厳しいかもしれないです。ただ、お子さんとかだったら全然入れるとは思うので、家族連れでも全然使えるお車にはなっております。
水平対向4気筒エンジンになります。先ほどもあのメーター部分見てもらったと思うんですけど、かなりレスポンス良くてドライブも楽しいお車ですね。こちらのお車、車庫帳新品の方が入っております。こちらのお車、トヨタとスバルの、共同開発になっておりまして、こちらの方ですね、ナンバーのヘッドにスバルっていう文字も刻印されております。面白いですね。もう全体的に見てもかなり調子のいい類のエンジンとなっております。いかがでしたでしょうか。こちらのお車、新品のホイールと車庫帳入って車両本体価格177万円となっております。ご興味のある方、JATS 東名横浜店までご連絡ください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。